では等式の証明ですけれども、もうこれ定石があるので定石身につけてください。その定石は何かというと、連比系は K と置く、イコール K と置くとか書いた方が良かったかもしれませんけども、連比系って何かっていうと、比の等式が与えられているっていう条件ですね。で、これが比に見えてない人は今すぐ見えるようになってほしいわけですけど、これ正確には比の値です。A 対 B の比の値を B 分の A と書く、A 対 B っていう比の、比に対してその比の値のことを、比の値というのは B 分の A と、これは比の値という言葉の定義ですけども、から分数イコール分数イコール分数で表されたら比イコール比イコール比だということと同じだと、比の値を見たら比だと思ってください。分数を見たら y たす z 対 b 引く c だと思ってくださいと。そういうことも学んでほしいわけですよね。比の値っていう言葉、現行教育課程のどこでやってるのか知らないですけど、小学校あたりで比が初めて出てきた時にやったりやんなかったりな気もしますけど、高校数学比の値っていう言葉大事なので。で、これ使わないとえらいことになるんですよね。何が偉いことになるっていうと、3つの等式、3つが等式として並んでるのを2つずつ取って、それを使ってどうにかしてこの、証明したい結論を得ようとか思うと本当に大変なことになるので、連比系を K と置くという定石であっさりやってほしいんですけど、与えられた等式イコール K と置くと、だここまでのイコールはの条件として与えられてるから、これはそのままいただきで、その同じ値をイコール K と置く。 K もちろん決まった値です。だこの出てきてる6つの ABCXYZ はどうなってるか分かんないけど、この3つの分数の値は等しいのであって、それは仮定条件として与えられてるんで、その値をいただいて K と置いてしまいます。これが連比系は K と置くというテクニックです。と置くと、これ分母を払って、だからこれイコール K かつこれイコール K かつこれイコール K なわけですよ。ということで Y たす Z イコール K 倍の B 引く C です。かつ Z たす X イコール K 倍の C 引く A、 かつ X たす Y イコール K 倍の A 引く B です。これ同時に成り立ってます。3つの式がイコールで結ばれているところだ、それとが同じであるという値を K と1個置くことによって3本等式が得られたということです。で、これを ここで気づいてほしいんですが、これもテクニカルな話なのかな。各辺の和を取ります。そうすると左辺は y たす z たす z たす x たす x たす y は、これを文字について整理すると、これなんか何の文字の多項式だと思うとちょっと困るんですが、から3つの文字が出てきてるから、3つの文字についてそれぞれ整理すると 2x たす 2y たす 2z は 2×x たす y たす z で、これはまあこのぐらいしか整理できないと思うので、このぐらいにしておきますと、で右辺は、右辺って何の右辺かっていうと、これの右辺とこれの右辺とこれの右辺を足したものという、右辺たちの和という意味で右辺和って使ってますけど、ちょっと嫌な言い方ですけど、どうしようかな。これ一回展開してみましょう。 k 倍の b 引く k 倍の c、 これ文字の順番とか今あんまり気にしてないですけど、足す k 倍の c 引く k 倍の a、 足すと k 倍の a 引く k 倍の b で、もうここまで来れば分かると思うんですよ。これどうやって思いつくか問題ですけど、なんとなくここからゴニョゴニョやって出てこないかなと思うわけですけど、あとは発想
着想の原点としては X たす Y たす Z が出てきたらそれをゼロにできるっていうことで、 X たす Y たす Z が出てくるようにしたいということで目論んでみると、 XYZ の辺左辺側と B あ ABC の右辺側で分けることができたので、あの X と Y と Z がいるところを全部うまくやったら X たす Y たす Z が出てこないかなってやったら運よく出てきたってことで、右辺が運よくゼロになればいいわけですけど、それからあのこれからそれになることを示しますけど、これとこれが消えていて、マイナス K とプラス K があって、 KB とマイナス KB があるのでこれ消えていて、多項式いっぱい消すときはさりげなく微妙に違う記号を使ってどれとどれがキャンセルアウトしているのかというのを分かるようにしておくの大事ですよ。あのこれは採点者のためじゃなくて自分のためです。イコールゼロ。したがって2倍の X たす Y たす Z イコール0であるから、でここで2が0じゃないのは明確ですから、 X たす Y たす Z イコール0ですね。でこれで証明終わりです。で、これにこの証明が嘘くさいと思う場面は多分ないと思いますけど、 K が何だかわからないらしいというと嘘くさいかもしれませんが、かといって証明にギャップがあるようには見えないんですが、こんなんでいいのと思う人はいるかもしれません。そういう人はこんなんでいいように慣れてください。説明聞いてるだけだとそういう気分が拭えないかもしれないので、自分で手を動かしてやってみると何をやってるのかわかるかもしれない。まあ、強いて言うとこのの与えられた等式をいただいてイコール K とそのまま置いてしまったことと、あとのそこから得られた3本の等式をガサッと足してそれを整理していくとこんな式が得られてしまったというのがあっさりすぎてと感覚が追いついてない可能性があるので、そういう人は慣れてください。ただここで学ぶべきことは連比定は K と置くということ。もちろん比イコール比みたいな形で現れた時もその比の値を取って比の値イコール K と置きます。まあ中にはテクニカルに K 分の1とか置いた方がうまく計算が進む場合もありますけど、それはまあもうちょっと大したことないというか、原理的には何でもかんでも分数イコール分数イコール K と置いてしまえば大体できるので、で連比が現れた時はほぼこの技術は生きるので、まあ連比が現れたら必ずこれで消えるかっていうとそうじゃない問題を無理やり作ってしまえばいつもうまくいくとは限らないですが、大体問題としてお目にかかるようなものは入試ぐらい大学入試ぐらいまで行ってもこのテクニックは生きるので、これを使えるようにしといてくれればひとまずこの例題としては目的は達したかなという。